こんにちは。今回は世界史に登場する地名のうんちくを紹介していきます。地中海に隣接する東の方の海が紅海、インド洋です。紅海はアフリカとアラビア半島の砂漠に囲まれた海で、海に流れ込む川がないために北海道の摩周湖みたいに透明度が高いです。こんな美しい海がなぜ紅海と呼ばれるのかについては、沿岸に赤い藻が繁殖して海が赤くなることに由来するなどの説もありますが、実際には赤い砂漠に囲まれた海の意味と考えられています。古代エジプト人がナイル川の洪水による湿った土地を黒い土、また砂漠を赤い土と呼んで区分したように、赤は不毛の砂漠を意味したんですね。ギリシャ商人は赤い砂漠に囲まれた海をギリシャ語で赤を意味するエリトゥラーと呼び、それが紅海という呼び方になりました。ちなみに当時は紅海とインド洋が一続きの海と考えられていたために、エリトゥラーはインド洋に至る広大な海域を示すようになります。紅海とインド洋はアラビア半島の西南に位置するアデン湾を介して結びつきました。こうしたことから湾に面する交易都市アデンが2つの海域をつなぐ交易センターとして繁栄しました。このアデンはエデンの園のエデンと同じ起源のシュメール語で、喜びの土地を意味します。アデン湾は今では海賊が横行する危険な海域になってしまいましたが、かつてはローマ帝国、シリアに至る砂漠の交易路、インドとつながる海の交易路を結ぶ商業の中心地域でした。この地域に多くの商人が集まった理由は、アラビア半島南部やアフリカのエリトリア産の高価な香料として各地の支配者層に珍重された乳香とモツ薬の集散地だったためですね。そしてまたこのエリトリアもエリトラーと同じ語源です。今回は以上です。個人的にはアデン湾とエデンの園が語源でつながっていたということにびっくりしました。ギリシャ人にとっては穀物や奴隷の供給源となった黒海は生命線でした。黒海の入り口にあたるダーダネルス海峡はゼウスの息子でトロイの町を建設したとされるダルダノスの名前に由来します。それ以前にはヘラスの門という意味でヘレスポントスと呼ばれていました。ちなみにポントスは門の意味ですね。ダーダネルス海峡において重要な位置にあるトロイは、ドイツ人の考古学者シュリーマンがホメロスの叙事詩に描かれたトロイ戦争が実際に行われたことを示す遺跡を発見したことで有名ですが、町の建設者トロスの名を冠してトロスの町と呼ばれたといいます。あの有名なトロイって町の建設者が元になってたんですね。ダーダネルス海峡の先のマルマラ海は大理石の産地のマルマラ島があったことから、大理石の産地という意味で命名されました。さらにその先のボスフォラス海峡は目牛の浅瀬という意味で、ギリシャ神話でゼウスの妻ヘラが放ったアブに追われたイオが目牛の姿のままで海峡を泳いで渡ったという伝承によります。なんかすごい伝承ですね。ボスフォラス海峡に面した植民地ビザンティウムは現在のイスタンブールの前身ですが、黒海からの速い潮流や強い風などを避ける船の待機場所になった金閣湾からマルマラ海に突き出した半島の先端に建設されました。都市の名前はビザスという地方長官、そして開拓の英雄アンテスに由来します。今回は以上です。トロイとビザンティウムは由来がかなり似てることにびっくりしました。ローマ帝国の寒冷な辺境の地だったヨーロッパは民族移動が積み重ねられる中で次第に姿を整えていきます。そうした状況は地名からも伺うことができます。ヨーロッパの先住民はライン川、エルベ川、ドナウ川に挟まれた地域から
紀元前5世紀から紀元前4世紀にガリア、ブリタニアに移住したケルト人ですね。ちなみにケルトは外部の人々から見た呼び方で、ギリシャ語のケルタイに由来し、丘に住む人という意味なんですね。彼らが丘の上に防御用の砦を築いたことに由来します。あの有名なローマの政治家カエサルのガリア戦記に見られるように、ローマ人はケルト人の居住地をガリアと呼びました。ガリアはライン川とアルプス山脈、ピレネー山脈に囲まれた広大な地域で、大部分が森林でした。ガリアの名前はローマ人がその土地をガリアと呼んだことに由来します。ガリアはよそ者という意味で、ローマ人の他の民族に対する呼び方でした。ブリタニアは現在のグレートブリテン島南部を指し、カエサルが先住民のケルト系ブリタニ族をブリタニーと呼んだことに由来します。いや、カエサルの影響力すごいっすね。人類が生み出した最もベーシックな地名は自然地名ですね。山や川や平野の呼び名は、北海道の地名の元になっているアイヌ語地名が指し示すように、それぞれの地域を開いた先住民の地理的イメージが込められています。ヨーロッパがケルト人の土地だったことは、そうした自然地名からも伺えますね。ヨーロッパの背骨にあたるアルプス山脈は東西1300キロ、南北200キロ、平均高度2500メートルで、南側のラテン世界と北側のゲルマン世界の境界となっていました。アルプスはケルト語で岩山という意味です。ちなみにアルプスは英語読みで、ドイツ語ではアルペン、イタリア語ではアルピニストという言葉の元になったアルピになります。アルプスについてはラテン語の白、アルブを語源とするという説もあります。またケルト人は突き出したところをペンと呼びました。イベリア半島とフランスの境にあるピレネー山脈は険しい山という意味です。イタリア半島の背骨ともいえるアペニン山脈も山頂という意味で、グレートブリテン島の南北に連なるペニン山脈もこの言葉に由来します。まさかのあれも元をたどると語源は同じらしいです。今回は以上です。また次回。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。東京横浜で家庭教師をやっておりますので、興味がある方は概要欄からメールをしていただければと思います。それではまた。